どうもこんにちは。宣伝部長の小市です。今日は宣伝部長小市誕生の理由ということでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで今回ですね、宣伝部長小市とはいかに生まれ、そして何なのかということについて解説するとてもとてもマニアックな回でございますということでもしご興味ある方がいらっしゃったらぜひご覧になっていってくださいということですね。で、これはですね、あの、簡単に言うと私は VTuber っぽい存在ですよって説明するんですけど まあ、なかなかね伝わらない問題っていうのがありますしそこについてあまり言ってないっていうのもあったので、まあ、今回はですね、まあ、その件含めて、えー、とどういった存在なのかということについて説明をねしていきたいというふうに思います。はい、でまずですね私の、まあ、YouTube においての活動なんですけどえっ、ー、と2017年の7月16日に YouTube アカウントを開設し活動開始ということで。 最初割とねえっと試行錯誤はありましたけれどもまあある時からだいたい今みたいな形ですかね日々の時事ニュースを扱ってまあ、好,きな好き勝手になんかお話しするというような中身になっていきましたというところですねはいでなんでそんなことをやってるのかっていう話に戻,戻るんですがで えっとですね、小市が宣伝部長小市になるまでということで、これをなんかちょっとね、頭の中で勝手に映像を作ってね、えっ、ー、とー、欲しいんですけど、本来はね、これ、動画にしようと思ってて、ずっとね、自分でちゃんと物語というか、を作って、それを動画化しようと思ってたんですけど、まあ、それを作ろうと思ってからもうね、何年経ったかな。<laughs> あの、<laughs> っていうか、最初から設定決まってたんで、最初から作るべきだったと思うんですけど、まあなんか、 そのうちそのうちと思いながらやってなくて、結果、未だに作ってないので、もうこれはもう口頭で説明してしまえという感じで、そう。で、いずれこれをもとに、まあ、動画化しようかなと思ってますけど、とりあえずはですね、えー、口頭で説明をさせていただきたいという形で、で、まず、えっ、ー、と、パンダのぬいぐるみとしてっていうところで、えっ、ー、とですねい、もともと小一君はですね、あのー、なんて言うんでしょうね、あの、 パン,パンダのぬい,ぬいぐるみの中に、まあ、ある時気づいたら中に入ってるという設定なんですよね。であのよくある動物園なんかの,あのこうぬいぐるみコーナーみたいなところですね本人はどこにいるかあんまよく分かってないんですけどまあその周囲がこうパンダのぬいぐるみでうわーってある中の一つのぬいぐるみの中に入っていて。 でなんで俺はこんなところに入ってるのだろうかみたいなところを日々考えるんですけど分からずそして声も上げるんですけどどうも声を上げても誰にも届かないという日々を日々送っている中で、まあ、ある種諦めに似た感情の中で何なんだろうなと思いながら過ごしているかつ記憶自分に関する記憶というものが消えうせているのでわけがわからないという状況 なんですけどもまあでもぬいぐるみコーナーに訪れる方々っていうのはみんな幸せそうな顔してるのでいいないいなと思いながらまあ日々過ごしていると。でそんな中にえー、っとですねボスが現れということでえー、っととある会社の社長でございますという形でまあ一応通称ボスと言ってきますけどもが、まあ、ある日現れてえー、っとそのまあその何ですかねパンダのぬいぐるみコーナーに現れて なんかお前なんか声出してるけどなんだこのぬいぐるみ変な声だなみたいな感じで声が聞こえるぞみたいな感じで寄ってきてそうするとこういくんはですねあ初めて初めてこれ通じる人が出てきたみたいな感じで助けてくださいみたいなここなんで僕はここにいるんでしょうかみたいなこと言ってるんですけどまあボスの方からしてみると何でパンダのぬいぐるみの声が俺に聞こえるんだ不思議だなと思いつつもなんかなんとなくなんとなくこう運命的な出会いを感じてですねその ぬいぐるみをとりあえず取り上げて、とりあえず買うかみたいな感じで、まあ、買って帰るというところになるわけですね。はいで まあそれはねえっと仕事の途中でまあこう寄った場所だったりするんでまあそのまんまえっと仕事先とかにもねまあ行く中でまあなんかその日の商談とかがうまくいったりする中でですねボスに日々いいことがちょこっとしたいいことが日々起きていくっていう形になってきいきますと。でそしてまあそういった日々を過ごす中で小一君はまあ一応ボスとは話せるんで嬉しいんでね「バスバス!」みたいな。<laughs> 今日は、まあ、こうでこうでよかったですねみたいな話でちょっとう,うざ絡みをしていくわけですけど、まあ、ボスは一応いい人ではありつつですね、あの、ちょっとうざいなというところで、まあ、一生懸命ね、えっと、日々いいことが起きるんで連れてってたんですけど、ちょっとこれは耐えられんというところで、じゃあお前ちょっとまあそこまで喋るんだったらちょっと受付やってくれというところで受付を任されるようになって、まあ、会社に ういいこちくんが置かれるになりますとでそうするとですね今度は会社にとってちょこっといいことが日々少しずつ起きるみたいなねそして あの小一君に話しかけるとその人にもいいことが起きるみたいな噂が広まってですね、まあ、受付担当としてですね日々成果を残していく小一君みたいな形で、まあ、とりあえずなんかやってるわけではないんですけれどもまあまあ小一君に対して、まあ、いい感情を持った人にいいことが起きるみたいなまあいうことでそしてじゃあ会社としてもいい、まあ、結果としてね来る人が来る人がやっぱりいいこと起きるっつって来るからある種神社扱いみたいな感じになっていってですねまあまあそれもゆるっとした感じですけどね。 まあ気のせいかなと思いつつもみんないいこと起きるなみたいなまあゆるっとした感覚の中会社も徐々に徐々に伸びていくというような形になっていきますと。で、で、まあ、いずれにしてもですね、小い君くんは日々楽しくなっていくわけですね。今まではあのよくわかんないままそのぬいぐるみコー,コーナーにいた頃からですね、周りになんかああ、こいちくんこくんっつってみんなに声かけられるし楽しいなみたいな風になっていくしまあ 助けててくれたたボスに恩返しいいなっっうのがちょとでもやっぱね、物足りないわけですよ。もっともっと役に立ちたい、働きたいっていうところで、ボスに交渉してですね、僕もっと働きたいっす、みたいな。役に立ちたいっすって言って、そして、でボスは一生懸命考えたわけですね。まあ、十分役に立ってるよね、と。 あのぬいぐるみだし別にお金かかるわけでもないし買った時のお金だしなと思いつつもまあなんかありがたねと思いつつ可愛いなこいつみたいなところでよしじゃあもうあれだ結局こいちくんが来てからねこの会社にいいことばっかり起きるから君はねこれ,はこれ宣伝担当じゃないかということで、まあ、ちっちゃな会社でもあるし今今ちょっと宣伝担当とか置いてないから やるか宣伝部長一人だけ一人だけの部署でかつえっ、ー、と人の部署でかつ一人の部,部下がいないポジションだけれどもやるか宣伝部長みたいな形のことを言われてで小市君が喜んでみたいな形で宣伝部長小市が生まれたというところになるわけですねで宣伝部長小市にとなった小市君としてはですね部長っつってそのあボスとあの 入り口でね、こう、受付やってるだけじゃ、やっぱりダメなんじゃないですか、と <laughs> いうところで、ちょっと私、YouTube、今流行っております、YouTube 頑張ります、ということを言い出したと。で、これを言っていたのは2017年当時なので、そこまで YouTube をビジネス界で使ってる人はいないみたいな状況の中で、えー、ボスはですね、懐疑的な表情をしてですね、YouTube よくわからんもんやるんだな、みたいな形で、でも、小一君がですね、頑張るって言ってるから、よしよしよし。 いや頑張れとなんかよく分からんけど頑張って会社の宣伝してくれと。 会社にとっていいことが起きるようなことをやってくれねみたいな形で大して期待することもなくあのお願いしたというところですね。はい、で、まあ、その時の約束で当時100万登録っていうのがすごいんだねっていうのをボスは知っていたのでなんかその100万ぐらいいくとすごいらしいじゃんそんくらい頑張ってねっつって、えー、軽く言ったところで,ですね小一君がそれをうのみにしてですねわかりましたボス、まあ、100万どころか世界一になります俺みたいな。 いうところで、まあ、その段階になったらご報告をさせていただきますと言って、そして今に至るという形なんですよね。はいというわけで、ボスは YouTube やってることは、知ってるけども何をやってるかも知らないし、まああのかなり影響力を持った段階での報告になるので、まあ、報告もまだまだ先であるというところですし、まあ、一方で会社はまあ相変わらず順調でございますというところなんですよね。はい っていうのが宣伝部長浩一さんのまあ登場から今に至る流れというところでございますという形でまあこの設定をですね私の中で頭に思い浮かべながらやってるのでだけどこれ一回も一回も説明しないもんまあここまで来たっていうねいうところになるのでだからなんでパンダがいるのって言われるんですけどまあまあこれもともとはぬいぐるみでやってたんですけどまあちょっとねやりづらい。 のもあっっててででぬいぐるみ動かしながらやってたんですよだからちょっとやりづらいとかまあめんどくさいとかあるいは画面にはぬいぐるみじゃなくて情報を映した方がいいよねっていうのがあって今の形式に、まあ、途中から移行したって感じなんですけどねはいだからまあいずれちゃんとあのぬいぐるみを作ってやりたいなと思ってるんですが。 はい。というところで、えっ、ー、と、宣伝部長の小一というところで、まあ、ある種設定みたいな話をちょっとまとめてみたんですけど、まずは、パンダのぬいぐるみ転生した元人間、かっこ、はてなマークということで、本人はだから記憶がないので、元人間であったことすらもよくわかってないって、ひょっとしたら犬かもしんないし、猫かもしんないしわかんないけど、まあ、とりあえず、えっ、ー、と、いろんな、まあ、要するに人間界のことよく知ってるから、 その記憶はあるわけですよ。自分に関しての記憶はないけど。っていう感じで、まあ、元人間なんじゃなかろうかと本人は思ってると。で、そして えっと、特技としてですね、まあボスと出会うことによってですね、パンダのぬいぐるみだったら時間限定で移動可能だっていう能力に気づいたっていう感じなんですけど、時間限定で瞬時に移動はできるけど、みたいな、そういう能力を持ってますということで、皆さんお持ちのパンダのぬいぐるみの方に、えー、小いちくん転生可能でございますというところですね、時間限定で。で、そしてですね、 えっと、人間だった頃の、まあ、自分に関する記憶はほぼないということでうっすらないわけではないんだけど思い出そうとすると頭が痛くなるという感じですね。だけど一方で自分以外の記憶はなんとなくあるので世の中の起きていたこと等々についてはある程度分かっていることが多いですと。 いう感じですねそして、えー、ボスと距離が近いとボスにいいことが起きるという感じですね。まあ、これについてはなんでそういうことになっているのかはよくわからないんですけど、ボスとの関係性というのが小一君にとってものすごく重要だっていうところですね。はいでそして 何よりボスと離れるとボスの能力を小市く君が使えるということで私が今喋っているというのはこれはボスの能力をお借りして喋ってるということなんですけどね、まあ、これも分かりづらいですよね <laughs> なかなかこうパンダのぬいぐるみの中にいて喋れない人間あ喋れないそのえー、っとですねなんだろうその、えー、小一君がですね、まあ、ボスが自分と距離を離れるようになると話せる能力があるってことに気づいてですねである時から途中であの バレるようになったりとかして、一部しゃべる、しゃべることを知ってる人もいますみたいな。まあそういう状況でございますっていう感じですね。だから、YouTube をやってるっていうと、やってる時はボスがいないんですけど、ボスの能力も使って、で、こいちくんの記憶もいろいろ入れながら喋ってるという、そういう状況でございますという感じですね。はい。で、何より、えっ、ー、と、ボスのために頑張るっていうのがモチベーションで日々頑張ってますよというところですね。はい。というわけで、まあ、えっ、ー、とですね、まあ、 というわけなので、け,、ね、けなげなあのパンダくんがですね、毎日頑張ってあの放送をやってますっていう <laughs> のが、まあ一応宣伝部長小一の設定でございますということで、まあね、これを理解しろっていうのもちょっと無理があるなと思いつつ、まあここまで来てしまったんですが、まあこれをわかりやすくね、まあ、いずれ動画にはしたいと思ってますので、まあ、いずれにしても、こんなマニアックな理由をですね、まあとここまで聞いていただいた皆様、ありがとうございますっていう感じで、あのー、 今回はね、まあ以上でございますということです。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。